それでは始めます。皆さんこんにちは。えー、伊藤塾千人講師の坂本隆司です、えー。今回はですね、民法改正の話です。民法改正ポイント講義ということで、えー、まあ債権法120年ぶりの大改正ということでありますけれども、まあ、今非常にめまぐるしくこう法改正が続いている状況にあります。昨年今年のところだけ見てもですね。 民法だけ見ても実は3つ法改正があったのって皆さん知っています、まあ、1つは昨年成立した債権法の大改正ですね、まあ、これが120年ぶりの改正ということなんですけれども、その他にもまあ今年成立したものとして、政治年齢関係ですね。 成人年齢を18歳に引き下げてで、婚姻の適齢を女性を18に引き上げる、まあ、今は未成年でも親の同意を持って婚姻できますけれども、成人年齢が18になって男子も女子も18にならないと結婚できないよと、まあ、18で統一されるということになります、そしてまた相続法の改正ですね、相続法改正も結構これ重たいです。 まあ大きくはこの債権法、成年年齢関係と相続法と3つあるわけですねで皆さんにとって関心があるのは来年試験にどこ出るのという話、<laughs> まずこれがあると思うんですね、まあ、ここのところを少し確認しておきます、で試験に出るかどうかというのは結局、施工日がいつなのかというのと関係してくるわけですね。えー、まず再建法ですけれども、まあ、原則として 2020年の4月1日、まだ1年半も先だよということになっています、まあ、例外が2つあ,りあって、ですね、まあ、1つ、約款に関してはもう施行されているところありますけど、あんまり関係ないところですね、でそれから成年年齢関係、これは結構先です、2022年の4月1日ということになっていますで、相続法の改正、まあ、原則、交付の日から1年内の施行。 ただし例外も多いよということになっていますで相続法のところを冒頭で最初にまとめてしまいたいんですけれどもあの施工日が結構ですねあの内容によって分かれています、まあ、大きく3つ認識してほしいんですけれども2019年来年の1月13日に施工が決まっているものがまずありますここは試験で出る可能性があるわけですね それから2019年7月12日までの中で政令が定めた日に施行されるものがありますこれはまだ決まってないですいつその施行されるかという具体的な日付は決まっていないんですけれども1年内施行のものが内容としてありますそれから2020年これは2年内施行ということになっているものですけれども まあ3つ、まあ、他にも細かく言うとあるんですけれども大きくは3つ認識しておけばとりあえず OK ですで2019年1月13日施行のものとして自筆証書遺言の方式緩和というのがあります、まあ、自筆証書遺言、まあ、遺言の作成自体ですねあの年々これ、えー、作成する人が増えていて、まあ、件数増えてるわけですけれども自筆証書って 要件として全文日付氏名を自分自身で書かなきゃいけなくて押印しなきゃいけないよと、まあ、法律を学んだ私たちにとっては非常に単純な要件ではありますけれども一般の人たち知りませんから間違った方式で書いてくることあるんですね、まあ、実務出ると非常に微妙な遺言書をです、ね、こう渡されること結構ありますけれども、まあ、方式を満たしていなくて無効になってしまうというようなことも場合によっては起こる。 わけですす、えー、この実書書の実質、ね、方式を緩和しますどこを緩和するかというとあの、財産の目録に関しては手書きしなくてもいいよということになります、えー、パーボですけれども、全文の辞書を要求している現行の実質書遺言の方式を緩和し、実質書遺言に添付する財産目録については辞書でなくてもよいものとします。 あの不動産とかですねあの銀行預金とかあこれ特定するための記載って結構多いわけですね、これを自分自身の手で書かなきゃいけないよってなると結構大変なわけですよ、ですからここは目録はパソコンで作ってもいいよと、あるいはコピーした通帳の写しでもいいし、不動産に関しては登記の当本でもいいです。自、まあ、自分自身で書かななくてもいいいよととうことになって ているわけですねただ、要件としてですね、えー、要求されていることがありますで改正された条文を確認していきますけれどもまず968条の 1, 1項はですねこれは原稿と同じ実質証書によって遺言するには遺言者がその全文、日付、氏名を辞書しこれに委員を押さなければならないと。 で新しく加わったのが968条、まず2項の前段、全項の規定にかかわらず、実質証書にこれと一体のものとして相続財産の全文、または一部の目録を添付する場合には、その目録については辞書をすることを容しないとされていますね、目録については辞書しなくていいよと、まあ、ここを覚えておけば大丈夫。 講談のところが結構重要な要件ですこの場合、遺言者はその目録の埋容に署名し印を押さなければならないで括弧内も重要で辞書によらない記載がその両面にある場合にあったらその両面と両面印刷した場合については表ページにも裏ページにも署名をして判行をさなきゃいけないよとすべての目録の 紙ごとに署名して犯行しなさいと、いや、間違えるでしょうって思うんですけれども、それこそ私、間違いそうな気がしますけど、まあ、こういう要件になっていますね、で1月13日施行の法改正はたったこれだけです、もう頭入りましたね、目録は辞書しなくてもいいよ、ただし、その紙全てに署名して判行さなきゃいけないよという要件になっています。 でその他1年内施行のものとしてですね、えー、5つタイトル見ていきます。けど。 言い忘れたあのもし再建法のところで,です、ね、ちょっともう少し深めてみたいなという方、えー、これ私があ、まあ、携わったです、ね、あの東京会の司法書士会民法改正対策委員というところで出した本なんですけれどもあの、不動産登記にどういう影響を及ぼすかということに視点を当てて作った本ですね。 あと日誌連の方でも司法書士済務にどういう影響があるかということで本を出しています、まあ、今のところ債権関係のところでは2冊ぐらいしかです、ねえー、ピンポイントなものはないわけですけれどもあと、このシリーズ本として今相続法関連の本を今書いているところですね。 えーまあ、こんなものも、し余裕があればあ実務に行くときにはこれ、えー、参考になると思いますので手元に置いていただければと思います、えー。ということで今回の講義はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした